プティパレは、フランスのパリにある美術館の建物であり、1900年のパリ万博万国博覧会のために建てられたものである。現在、パリ市立プティ、パレ美術館として開館しており、プティパレはこの美術館のことを指す場合もある。パリのハックに位置する。1900年パリ万博プティ、パレ会館時のヨースグラン、パレやアレクサンドル三世教と同時期に建てられており、 向かい合う形で立っているグランパレの設計総監督であるシャルルジローによる設計である。半円形の中庭の周囲にグランパレと似た建物が配されている。イオニア様式の石柱や壮大な入り口とドーム屋根は川の対岸にあるアンバリットと交往している。パリの街がミューズの女神たちに囲まれたデザインの三角召喚は彫刻家ジャン・アントワーヌ・アンジャルベールの作品である。 プティパレは他の公共的な建物のモデルとされ、同じくシャルルジロー設計のベルギーブリュッセル郊外の王立アフリカ博物館やチリサンティアゴの国立美術館などもその一例である。また、サイゴンのオペラ・ドゥ・サイゴンもプティパレに似たファサードを採用している。1902年に常設展示と特別展のあるパリ市立美術館となった。現在の展示室は2部に分かれている。 中世とルネサンス期の絵画や美術品のドゥトゥイットコレクションと18世紀家具のタックコレクションやドミニク・アングル、ウジェーヌ・ドラ・クロワ、ギュスターブ・クールベ、クロード・モネ、モーリス・ドニなどのフランスの芸術家のパリ市のコレクションの2部である。レンブラント・ファンデイン等のオランダ絵画も所蔵している。2001年1月から2005年6月の間、改装のため閉鎖されていた。 ありがとうございます。